はい、おはようございます。おはようございます。はい、こんにちは。はい、というわけでね、本日、初卸しですね、こちら。ついに初卸しするんですけど、どんぐらい寝かしとった？ 1 ヶ月ぐらい寝かした。しかもそれあれでしょ、一番コンペ用のスカッシュテールの26リッター5セブンハーフ、一番それがメインで使おうと思って作ったやつ、やっとじゃん。やっとおろします。本当にマジでこのサイズが自分の体にはぴったりで、一番調子いいサーフボードなんで、これは期待できるんじゃないでしょうか。いや、いけると思うんで、今日特にな、試せるよ。ちょっと早めの張った波。頭がある？もう胸肩は絶対ある。胸肩で、しかも結構いないじゃない。そうで、選手がね、もうみんな揃っとって、揃いに揃ってますね。ヒロト君も天使も一流、みんないるよ。うん、マジで。で、今日はそんな中、こちらのニューボードを下ろしていきたいなと思います。これ、最近の撮ったやつは全部ランドテールだったんですけど、こちらスカッシュテールで、普通のテールなんで、ちょっと、1ランド終わったらランドテールとスカッシュテールの違いとかも話していけたらいいかなと思いますね。やっぱり違うよな、全然。そう、でもそれが一応ね、本当コンペ用っていう感じだけど、ラウンドが調子良かったんだよね、ここのとこ。まあ、ちょっとね、トレーニング前ということで、時間は少ないんですけど、その中でも、はい、決めれるようにやっていきたいなと思います。最近は、最近はね、グーフィーの練習を多くしとって、ちょっと前まで、1年前まではね、グーフィー維持でもいかんかったんですけど、最近は少しでもね、上達するようにいってます。どうですか？維持でもいかんコンペテーターって怖いけどね。いや、おるんですよ。おるけど、確かにおるけど、でもそれではダメだよな。だけどね、いい波を見つけながらやっていきたいなと思います。チャンネル登録よろしく。はい、というわけでお疲れ様でした。はい、波の状況はね、かなり良かったですね。最近の中で一番綺麗でまとまっとったって、いや、良かったですね。で、結構良くて、で、本数にはね、正直乗れなくて、Eライディングも決めれなかったんですけど、1ラウンド目からね、このサーフボードいいなと思いましたね。スピード感もあって、リップしに行った時のアクションの、しやすい、本当に良かったですね。で、ランドテールで入る前に言ってたランドテールとスカッシュテールの違いなんですけど、やっぱりランドテールは丸くなっとるから、やはりボトムターンとかすごい丸く描いて大きく回れるんですけど、このスカッシュテールはやっぱりちょっとカクカクってしとるから、大きくも回れるんやけど、どっちかというとランドテールよりクイックな動きがしやすいサーフボードかなと思いましたね。ボトムに降りたらすぐ上に行けたり、ランドテールやったら
ランドテールやったらこう下に降りたら丸くぐーんと回らなあかんねんけど、こういうサーフボードやったらいきなりこう惚れてきてもそこまですぐバシッとね対応できるサーフボードやなと思うし、逆に言うと大きい波になってくるとこういうスカッシュテールやとこのすぐねテールで回したりするサーフィンは良くないから、やはり大きくなると、波が大きくなるとラウンドテールの方が大きく回れるから、波でかい時は 100% ラウンドテールですね。でこういう今日みたいな波が速くて腹胸ぐらいの時はスカッシュテールの方がクイックに動けるから自分的にはいいかなと思ったんですけど、どうでした？いや、よくキレはトップターンのキレは良かったよ、はい、確かにビーチブレイクで波が速い時はスカッシュが良かったり、フェースがあったらラウンドが良かったり、なんかやっぱり使い分けるといいかもしれないですね。そうですね、まあ、使い分けながらこれからねできるから、いや、このサーフボード下ろして良かったですね、新しいニューボード。でもトップターンのキレはなんか速いよ、この板マジ良かった。まあちょっとまだ1日目で一番波やから、これで慣れてきたらね試合までどんどんいい感じになると思うので、日本は揃いましたね。良かったよ、うん、試合までに日本は最低揃えないとね、もし壊れた時にあかんから、まあ、とりあえず良かったなと思いますんで、今からねトレーニング行って午後の練習もやっていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。はい、というわけでね、昼トレーニング終えて午後の練習していきたいなと思います。いや、本日は、まあ、朝の波の状況めっちゃ良かって、まあ、今季一番やなと思ったんですけど、夕方の波の情報はちょっと良くなさそうですね。まあでもこの状況でも試合をね 100% やるということで練習しないと、ね、いけないですね。であとは JPSM も今季いつも通り変わらず前線出る予定なんですけど、まあ、予定もね出ましたね。1戦目は4月ということで、3月の QS の場所と同じということで、はい、あれなんか一宮らしいよ。そう、うん、俺も下だと思ってた。あ、そうだった。そう、変わったっていうか間違いだったのかもしれない。まあそういうことでね、千葉で練習、家の近くなんでね、はい、勝ちたいなと思いますね。はい、夕方も朝と同じで、ニューボードを乗っていきたいなと思います。はい、朝はめちゃくちゃね、本数には乗れんかったんやけど、まあ一本一本のキレがどうやろうな。最近乗ってた板よりはいいかなと思います。最近乗ってたやつはクワッドのやつで、その前はめっちゃ調子良かったやつだけど、クラッシュして今リペア中でね、はい、こちらが、ニューボードのドライバー 2.0 です。これマジでいいよな。それはいい。今日は何、午後は何意識するんですか？午後は何意識してやるんですか？はい、午後はね、やっぱり試合も近いということで、ボトムとトップを使わないといけないし、ちょっと、なんやろ、試合が離れとったから、走ることやったり走ってしまうことが多かったんですよ、最近の動画では。まあ朝のサーフィンもそうなんですけど、逆にグーフィーはめっちゃ苦手なんやけど、グーフィーは走ってもやることがないからボトムとトップも使えるんですけど、レギュラーはエアーとかね、フィンヤードとかレイバックとかしたいことがたくさんなので、逆に走ってしまってたので、まあベーシックに基本を忘れずにボトムとトップを使って、パワーゾーン逃さずサーフィン練習していきたいなと思います。それが大事ですよね。そうで、ボトムトップからエアしないんだよ。確かに、それですよね。まあそれをね重点的に意識して、はい、やっていきたいなと思います。まあこの板はめっちゃいいから言い訳ではできないのでね、はい、いい練習できるようにやっていきたいと思います。
チャンネル登録よろしく。はい、というわけでね、本日練習を終えたんですけど、まあ波の状況、最初の方は本当に苦戦して、いや波あかんなと思っとったんですけど、あの徐々にね、あのここのポイントにプロサーファーも集まってきたりして、あのすごいプロサーファー集結になりましたね。いや、あとあれじゃん、トライアルがあるからさ、はい、大阪方面の昔の同級生とかちょっと先輩とかいっぱいおるね。確かにすごいことになってる。結構全国から集まってますね。いや、すごいことになってる。うん、あのすごい珍しい光景ですし、久々に会う人とかもおったし、オーストラリアからね、あの日本にトライアル受けに来とる人とかもおったし、やっぱりね、近々トライアルがあったり QS があったり、あのプロジュニアがあったりするので、すごいみんな来てますね。今日あれやない、海の中、年近い子ばっかじゃない。確かに結構楽しかったでしょ。うん、いや、みんなね、久々に集結していいセッションができたかなと思います。まあ、後半の方はね、少しずつ波が上がってきたんかなって感じで、はい、波もね、最初入った時よりは、まあ、マシになっとって、あの後半は少しずつね、乗れたかなと思いますね。だけどこのサーフボードやっぱり、いいですね。はい、いや、良さそうだね。そう、あの課題であったボトムトップも、まあ、少しは意識してできたかなと思いますし、やっぱり走ったらフェイスがなくなってしまったりして、すごいすぐにね、波が終わってしまったりして点数とかも出なくなるのでダメかなと思いますし、ちょっと最後にね、視聴者の方に向けてあのアドバイスというか、あのワンポイントアドバイスというと、まあ、今日の波の特徴っていうのは軽いのに崩れるのが早いから、すごい前に前に行こうとしてしまって、体がこうなんていうのかな、アップスダウンで必死になってしまう部分はあると思うんですけど、やはりそういう早い波の時とか、あのこういう今日みたいな時はいつも以上にこの波からあの少し離れるんですよ。離れるっていうのは何かというと、この波があったら波の近くに降りすぎると、あの波のブレイクが早く見えすぎてしまうんですよね。でこれはアメリカにおるコーチとかに教わったんですけど、波の自分昔、はい、ブレイクが早い波の時に波の近くに降りすぎて、あの降りすぎると波が近いから、この波速いわと思ってさらに前に行ってしまうんですよ。だからその時は一歩こう波がこうあったら、一歩なんていうやろ、ビーチ側に手前に自分を引いて、そうすると波が遠くなるから、あの余裕もを持ってサーフィンができるんですよね。理解できます。だから崩れたこれ下におるってことでしょ。そうですね、中腹を走りすぎるってことでしょ。そう、あのだからボトムを、メインに走る、ボトムじゃなくてもその上に言い過ぎないほど波の、そうすることによってあの波との距離が きっちり保てるから、心にも余裕が出るから、波が速くてもその必死になってバランスを崩してしまったりすることが減るかなと思いますので、その辺を、ね、意識して皆さんもね、ブレイクが速い時はやってみてください。というわけで本日もですね、ご視聴ありがとうございました。まあ、今日はあのニューボード初おろしということで持っていきましたけど、まあ、今日はこのサーフボード1日目やったから、まあ、慣れるまで時間かかるかなと思ったんですけど、いい感じに乗れてよかったかなと思います。まあ、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもね、おもろかったなと思ったらチャンネル登録と一緒の方よろしくお願いします。